リボーグです。やっぱスポーティーな仕上がりではあります。ちょっとコツ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 きます。ボディがもうものすごいシャキッとしてるんですね。まあでも足はめっぽうしなやかに動くっていう、もうこの典型的なパターンですね。ボディ半端ないがっちり、足めっちゃ動く。同じことなんで2回言った。はい、まあ、ということで、奥田地味シルバーライン入ります。僕のもう姿は見えなくなるはずです。あ、でもこれ車内が思ったよりも明るくて僕の姿見えるんじゃないですか。ここからもう、携帯電話を通じないこのトンネルはどん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 奥深くなっていき、温度も下がりっていう、あの奥田地味のあのダムに行くためだけにあるような道、トンネルなんですよ。でもこのトンネルが半端ない長いんですよ。で今これ途中壁がですねしっかり作られてるんですけど、なんか昔からのなんか手彫り時代のまんまじゃないのみたいな、なんかそんなような岩肌がよくたくさん見えているとかで、途中外気の熱が入ってくるんだけど、そうするともう一瞬で車真っ白に全部曇っちゃうんですね。なので意外とねここ油断ならないトンネルなんですよ。奥田地味はい、のシルバーラインです。今さあ乗り味としては上下動はするんですけど、横方向のブレが全然ない車だなという印象を受けます。横方向すっごいシャキッとしてるんですよ。でもこういうのはもうちょっとちゃんと明るいところでやった方がいいから、一旦切りましょうか。長い、寒い、ちなみに今後ろ見るとミラーで見るとそこまでくっきり見えないんですけど、こういった時に役立つんですよ。デジタル、今後ろのガラスがちょっと曇ってるんですけども、でもカメラにすると全く関係なしです。あ、カメラもちょっとだけレンズ曇ってるかな。でもそういうのもちょっと調整しながら、明るさ調整でよく見えるようにクリアな画面を提供してくれるのでいいですね。こういった場面で本当有効ですよ。さあ奥田波からスタートしてですね、もうトンネル約20分以上もずっと走ってたのやっと撮影できます。ランドローバーのイボーグになります。で今回このイボーグはですね、どこから言ったらいいのかな、ラインナップとしてはエンジンが、2つあり、大きくはディーゼル、ガソリンで、ガソリンは2リッター、これで P200、 そして P250 があり、これ大体馬力を表してると思ってください。 P200 は、まあ、ほぼ200馬力。これ、250になります。この車の SE グレード、これ250なので249馬力です。これトルクが確か380ニュートン、70ニュートンぐらい出してると思いますね。2リッターガソリンエンジンです。で300もあるんですけど、300はまだ日本導入がちょっと、時間が経ってからになりますね。あの 48V 電源を使った、マイルドハイブリッドです。ランドローバーとして初めてですね、あのマイルドハイブリッドのスターターモーターをですね、あのちょっと大きくしてあげて、で普通の 12V で回ってる発電機とかも、全部 48V にパワーアップして、だから 48V で全体を回すようなそういうユニットですね。高電圧ではないので、あのオレンジ線にしなくていいのでコストを下げられますし、適度なブレ、あのモーターアシストも得られるしっていう、まあ、画期的なもので、ヨーロッパ系は今、まあ、ストロングハイブリッドは、まあ、日本メーカーがトヨタとかがやっぱ強いので、今 48V 電源でヨーロッパの車は無駄に、車を重くしなくても済むとか、そういうのも含めながら今結構推し進めてますね。アウディさんとかもそうですし、はい、メルセデスさんもそうですし、 BMW はそのなんか重たくなるの嫌がって、実はまあそれだったらうちはストロングで行くみたいな、なんかそんなような発想を持ってるらしいというか、そういう商品ラインナップとそんなことを言ってましたけれども、また話がそれた。でこのだからイボーグはですね、エンジンでガソリンだけでも日本導入で3パターン
で、もう一つディーゼルがあります。D180。で、180D、ディーゼルで180っていうと、だからこういう250とか200とかのこういうガソリンよりもなんか、パワー不足みたいに思うかもしれないですけど、パワーはそうかもしれないですけど、トルクはすごいあります。トルクで言うと、P300 と同じぐらいの同レベルのトルク出してますので、もっと出してんのかな、トルクで言うと。なので、ディーゼル相当走りやすいはずです。で、まあ今日はこの250なので、250の、インプレッションという形になりますけれども、車全体は、なんかね、ほんとドイツ車みたいな乗り味なんですよ。イギリス車ですけれども、もう典型的質実合金みたいな、ボディがっちり、足すっごいよく動くぞみたいな、そういう典型的な乗り味です。なので、ちょっとロードノイズ系は入ってきます。で、ゴロゴロ感とか、ペダルにも結構ね、回転振動っていうか、ロードノイズ系の振動が結構来るんですよ。これは少しちょっと難しくなりますね。で、突き上げオンとかも入ってきますし、突き上げ感も入ってきますし、でもドーンっていう鋭いのではなくて、足が結構吸収してくれるので、でも最初のちょっとした入力の今デコボコ通過したよっていうのは明確に伝わってきます。なので路面状況はめちゃくちゃ掴みやすいです。でもその分小さいコツ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 ゴツ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 があります。でも大きいギャップに行っても不思議なほどドーンとは入らないんですね。そこは足がちゃんとしなやかに動いて、シートも吸収してくれてっていう形で、この微振動とか、ずっとちょっと絶えず音がする感じであるとか、これが嫌じゃなければ、結構これいいんじゃないですかね。なんか全般的には、このドライバビリティの高い、フィーリングの取りやすい、ちょっとスポーツ SUV チックな、乗り味が基本となります。で、こういうハイトがあって、これ着座位置で言っても、これ一番高いんじゃないですかね、乗ってる感じ。あ、少しハンドル上になってるの気になります。もうちょっとハンドル下げたいですけど、まあ着座位置が全般的に上で、そうするとこういうぐらつきやすいんじゃないのってイメージあるかもしれないですけど、これ意外とね、ぐらつき抑えてる感じですよ。うまいこと。これハンドルの重さの微調整で出してますね。なのでちょっと素早くハンドル操作をしようとすると、少しパワー捨てが、制御が追っつかないでちょっと重くなってしまう。不思議、ちょっと違和感を発生するぐらい感じの重くなる感じはちょっと出てるんですけれども、まあでも単独でハンドルをスッと切る分には、すごくスムーズにこのハイトのある車を穏やかに穏やかに車を曲げようっていう、そういう操作を促すようなハンドルのアシストの重さ感がいいですね。ダイナミックにするとさらにハンドル重くなるので、その操作がさらに明確に、あ、ほら重くなった。今ダイナミックにしましたけど、そうするともうこんな無駄な、そのさっき言ったようなパワーステが追っつかなくなる、制御が追っつかなくなって、ちょっとミスマッチをする、違和感を発生するような、そういう操作も自然とできなくなりますもん。だからこのあたりの修正というか、調整の仕方がうまいと思います。でも街中じゃあシンプルに言って、じゃあ快適ですかって言われると、今回乗ってきてる中で言うと C5 であるとか、エクリプスクロスの方が街中には向いてる感じですね。ちょっとこれ硬派な感じです。どちらかというとシャギッとしてる感じです、足のイメージは縦方向は結構ストロークもあってしなやかに動いて、大きいギャップはこっちで吸収します。でも細かいギャップはそのストロークが吸収が間に合わずコツコツ入るような印象です。なのでインパクトの、要は鋭いドンっていう細かい入力は吸収できない。でもドンってくるのはいずれ結構素直にスムーズにレスポンスよく足動き出すので、あるとこからもう吸収すごい勢いでしてくれる感じなので、でこっちはよく動くんですけど、この横方向すごいしっかりしてるんですよ。これがあるからコントロールしやすいんですよ。この普通ふわふわする車ってイメージで言うと横方向もなんか ダルでふにゃっとしそうなんですけど、この横方向のブッシュ周りとかサスペンションの取り付け合成周り、ステアリング周りも全部そうですけどごめんなさい、その分だからこの車ちょっとうるさいんですよ、声張ってます。ちょっと横方向はかなりしっかりしてるので、まあそのしっかり感があるおかげでワインディングとか走りやすいっていうのはありますね。じゃあちょっとこのまま高速道路も行ってみましょうか。はい。
まあ、乗り換え直後に、感じることがかなり鮮明というのがこの4大比較の特徴でもありますけど、今 C5 から乗り換えました。めちゃくちゃ滑らか。いや、まあ、こういう言い方をするでも、もう明確に言った方がいいと思うんですよ。車格がちょっと違います。あの一つ上のちょっと高級の世界というのかな、上質の世界、しっとりの世界、そこを持ってます。20インチでちゃんとこんなに足が動くんですね。いや、もうなんか全体的に高級車の匂いがプン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 してます。ハンドルの手応えとかもめっちゃ滑らかだし、スムーズだし、心地よいんですよ、この車の乗り味。そうで、ちょっと石いて言うと20インチじゃない方がいいんじゃないのかなって僕思います。タイヤのゴロゴロ感、これタイヤから発生してるものですね。タイヤのケースがちょっと硬い。車重に対してで考えると19インチぐらいのタイヤにして、そしたらもうちょっとタイヤしっとり滑らかに転がる感じが出そうなんですけど、まあデザインをちょっと優先したんでしょうかね。でやっぱガソリンエンジンだからっていうのもありますけど、すごい静かさもありますね。うん、今エンジンが回ってるなんていう音はしてこないですね。いやー、今ものすごい大きいボコがあったんですけど、この路面のボコを吸収もしながら収束もすごい速いですね。一瞬でパパッと収めましたね、揺れを。ちょっとやってることがすごいんですけど、これ電子制御の足回りオプションが入っているので、まあそれの良さもあると思います。いやー、めっちゃしなやか。今の動き、うねり路面も強い。ちょっとこれなんか出来すぎくんに感じますけど、この高速道路のこのイボーク、街中はどうしても硬さが出るんですよ。でその硬さは電子制御サスペンションでは間に合わないんですよね。電子制御サスペンションでこういう今ぐらいな、あのある一定の路面環境とか走りとかが続くような環境だと、最初の例えばちょっと荒れたようなところに来たら、もうすぐどんどん足回り柔らかくしてって、あとどんどんあの乗り心地優しくできるとか。でも街中って突然デコボコが発生したり、突然しっとりしたりとかって言った、その突然に対しては全く対応がもちろんできずに、ポンって足回りの硬さが変わった時にはその路面環境がないみたいな環境の連続なので、街中は。高速道路はそういった意味ではある一定の領域では路面環境って結構似通ってるので、荒れたザラメ路面になるとそれ相応にまた足を変えてとか、まあ、そういったことをピシッとやってくれるので、なので合ってるんですよ高速道路。街中の硬さは全然出ないです、高速道路。パーフェクトみたいな感じですよ。いや、言い過ぎたなそれは。でもこのハンドルの、これもオプションかな、このスウェード調のこの肌触り、まあ、この辺りもスウェード調ですけど、全部これオプションです。この感触がやっぱいいんですよ。やっぱハンドルがこれだけしっとりと手に握れるって、もうこれだけで心象がいいですよね。で夜になってくると、このセンターモニターのもそうですし、このモニターもこの下側ももうキラッキラ、なんか高級車乗ってます、ゴージャスな車乗ってます、高い車乗ってますっていうのがもう目からの情報でなんか分かりますよ。使いにくいですけど、どこに何があるのか探さないといけないので、目で見て。で今ちょっと爆弾言ったな。はい、まあまあ使いやすくはないですよ。はい、だってオーディオ触りたいって言った時に、オーディオはってこれ見ないといけないですもん。っていうのはあります。っていうのを見てる間に速度とか変わっちゃったりするから、はい、セット、はい、車線もセット、はい、今100キロで車線もセットしました。なので白線も読み取ってくれます。でまあこれはもうはっきり言います。もう今すでに映像でもわかるかと思いますけど、ジグザグ系です。車線逸脱ありますよね。車線を逸脱しそうになると警報を鳴らしてくれるっていう。でもう少し高機能になってくると、警報だけではなくてハンドル支援をしてくれて逸脱しないように戻してくれるっていう機能があります。あ、今左側の白線は読み取ってて、右側の白線は読み取ってない。あ、
前の車のトラック読み取って排気、今減速しましたね。はい、え、なんで片側の白線しか読み取っ、あ、今両方読み取りました。はい、まあ、あのどっちの車線読み取ってるかも全部表示で出てきます。でこのレベルで言うと車線逸脱防止機能に僕はなると思います。これで LKA とは呼べないんじゃないかな。呼べないですよね。それを呼ぶメーカーあんのかな。ここえ、ちょっとなんか不安になってきましたよ、何もかもが。まあでもこの車線逸脱と LKA ってそのレーンキープアシストは全く違いますので、なのでそのあたり混在しない、混同しない方がいいですね。じゃあまた偶然にも終わりがトンネルですけれども、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今回は、レンジローバーのイボーグでした、今回はカートップの企画の中で C5 エクリプスクロス、そしてレクサスの UX との4大比較をやっております。細かいこととか乗り味バチッとした結論とか知りたい方は8月26日発売のカートップを買ってください。はい、よろしくお願いします。ではまた。ちなみにこの車めっぽい加速しますよ。